天皇陛下の在位30年記念の500円貨幣の引き換えが今日から全国の銀行などで始まりました。お待たせしました。でこちらが記念硬貨となっております。天皇陛下在位30年を記念してこの記念貨幣は500万枚発行されたものです。引き換え初日の今日、神戸市内の銀行では記念貨幣を手に入れようと窓口の営業開始に合わせて多くの人が訪れました。記念貨幣の表面には天皇皇后両陛下のご成婚パレードで使われた儀装馬車などが、そして裏面には皇室の菊の紋章がデザインされています。また異なる2色の金属で彩られたこの貨幣、金属板をサンドイッチ状に挟み込んで3層にするバイカラークラッドという偽造防止の技術が使われています。記念硬貨集める？結構集めてます。最後じゃないですか、今の平成の天皇が。だからなんかすごい重み感じます。ものすごいね、可愛い思いました。馬車ね、これがね、可愛いな思ってね、はい、キーホルダーにして売ってるんです。こういうふうなのを入れるね、500円硬貨をそれにつけて、カバンに持って歩きます。この記念貨幣、1枚500円で銀行や信用金庫などで引き換え可能だということです。